おはようございます。思い出の一文字を形にをコンセプトに活動しております、一文字の長澤翼です。本日は4月の25日、現在時刻が5時29分でございます。さて今日もやっていきましょう。朝から元気になる名言ラジオということで、今日は写真家の蜷川実花さんの名言をご紹介させていただこうと思います。名言はこちらでございます。座右の銘はかっこよく生きろ。もう一度いきますね。座右の銘はかっこよく生きろ。さて今日もこの名言を題材に、気づきとか教訓は何だろうかというのを考えていこうと思います。まずはですね、かっこよく生きろという言葉はですね、蜷川実花さんらしく、こう自分のスタイルで生きていることの重要性っていうのを強調しているような気がしております。個々人が持つユニークな価値や特性、こういったものを大切にして、それを恐れずに表現する勇気っていうのが、この名言に隠されているかなと思っております。そしてかっこよく生きるためにはですね、自分に対する信頼と自信、こういったものが必要になってくるのではないかと思っておりまして、自分の判断や選択を信じて自己疑念にですね負けずに前進する姿勢が求められるわけですね。そしてこの座右の銘はですね、受動的ではなくて積極的に自分の人生をデザインをして、自分で選択した道を進むことを促しております。チャンスというのを生かして困難に立ち向かう姿勢が重要になってくるということですね。かっこよく生きるというのは、誰かにですね良い影響を与える力も、そして生き方も含まれています。社会に対して積極的に貢献して、周りにですねポジティブな影響を与えることで、より充実した人生を築くことができるのではないかなと思います。そして蜷川実花さん自身がですね、ファッションとかアートの分野で活躍していることからもですね、この言葉は外見だけではなくて生き方におけるスタイルとかですね、個性を大切にすることを示唆しているような気がしております。自分の個性というのを見つけて、それを大切にすることがかっこよく生きる一つの方法なのではないかなと思っております。この座右の銘はですね、まあただ外見を整えるだけではなくて、内面も含めた全ての側面で自分自身を磨いて自信を持って生きることを意味しているのではないかなと、それによって自己実現に向かって意義ある一歩を踏み出すことができるのではないかと思っております。さてただですね、じゃあそういう自分の座右の銘を考える場合はですね、どういうふうに考えたらいいかなっていうのをちょっと思ったんですけど、自分の座右の銘を考える際にはですね、個人の価値観とか生き方、目指すべき目標、こういったものに基づいて決めるといいのではないでしょうか。例えばですね、まず自分の価値観とか情熱、信念、長所、短所、こういったものを理解するために時間をかけて、自己認識していくのは大切かなと思っております。どのようなことが自分にとって重要か、どのような生き方を望んでいるかを明確にするわけですね。歴史上の人物、著名なリーダー、文学作品、映画、音楽などからインスピレーションを得ることも有効だったりします。他人がですね、どのような座右の銘を持っているかというのを調べて、それに触発されることもあるわけですね。あとは自分のこの将来のですね、目標や成し遂げたいこと、こういったものをですね、考えて、それを支援するような座右の銘を考えたりするのもいいかなと思っています。そして、やっぱり座右の銘はですね、短くて覚えやすい言葉、こういったものが望ましいかもしれませんね。まあ、日々の生活の中で簡単に思い出せて、行動の指針となるようなものが効果的なのではないかなと思います。はい。あとはですね、この思いついた座右の銘というのをいくつかこう実際に試してみてですね、自分の生活や考え方に適しているかというのを確かめてみてもいいかもしれませんね。時間をかけて座右の銘としてのこの適合性みたいなのを見極めることも面白いのかななんて思っております。こういったステップをですね、通じてこう自分自身にとって意味深い座右の銘、
こういったものを見つけ出すことができるのではないでしょうか。座右の銘は日々の選択や決断、さらには長期的な目標達成の助けとなるような力があるのではないかと思っております。というわけで今日はこんな感じですね。一番最後に蜷川実花さんの名言もう一度ご紹介させていただきます。座右の銘はかっこよく生きよ。さてお知らせをさせていただいて終了にします。現在ですね、神奈川県相模原市にある相模原公園の中で個展を開催中でございます。5月の6日までゴールデンウィーク期間中個展開催しておりますので、ぜひぜひこの機会遊びに来ていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで今日も一日楽しんでいきましょう。いってらっしゃい。